国民民主党の前原誠司代表代行が離党して新党教育無償化を実現する会を立ち上げることが分かりました。中継です。ある国民民主党の幹部は昨日まで笑って話していたのに寝耳に水だと驚きを隠せない様子でした。ただ前原氏は自民党との協力を否定しない玉木代表の方針に対してはかねてから強烈な違和感を覚えると述べていました。このため離党は時間の問題でした。今後は非自民非共産による政権交代を目指して野党の再結集を目指したい考えです。そうした中早速反応したのが日本維新の会です。馬場代表は先ほど行われた会見で前原新党と協調できる部分は積極的に協調していくと前向きな姿勢を示しています。今後は維新との関係も焦点となります。前原氏は今日夕方から新党立ち上げの会見を開き今後の活動について説明する見通しです。